皆さんこんにちは。こんばんは。ココミチャンネルのショーが、今日はロシアヤクウツクでマイナス六十二点七度をお届けいたします。よろしくお願いいたします。まあ、ロシアは寒いんですよ。で、ヤクウツクっていう、まあ、あの街があるんですけども、その街はですね、まあ、シベリア地方なんですよね。シベリア地方の、まあ、最も世界で寒いんじゃないかと言われている街なんですよ。 このヤクークで、なんと、マイナス62.7度の記録が出たということなんですよね。いやー、もうね、1月18日のことなんですけども、ものすごい寒いですよね。世界で最もまあ寒い都市として、まあ、認定もされているということなんですけれども、まあ、ここ20年、30年での一番の冷え込みということなんですよね。 で、もう街の人たちはね、だけど慣れてるんですよ。なぜかというと、最低記録というのは、世界最低記録というのをこの街は持っていて、マイナス64.4度というのが過去にあったんですよ。異常な寒さです。これは北極や南極より下手したら低いんですよね。で、なんでそんなに低いのかっていうと、こ理由があるんですよ。このね、ヤクウツクっていう街はですね、 永久凍土の上に町が建設されたんですよ。その上にアスファルトとかコンクリートとかで固めて、で、道路とかビルを建ててしまったんですよね。だから町の下が、まあ、全部じゃないですよ。全域じゃないですけど、あのかなり多くの部分が永久凍土なんですよ。だからこれはあの問題はあるんですよ。だから地球温暖化というのに、もうすごいビビってたんですよ。 この街は、まあ、ロシアがビビってたんですよねなぜかというとあの、地球温暖化で本当に温暖化になって、あったかくなってしまうと、この町は、町の下が永久凍土なので、それが溶け出したら、町崩れちゃうんですよ。町がね、まあ、崩壊するんですよね、この町は。地球温暖化によって、この町はなくなってしまう、住めなくなってしまう、破壊されてしまうというね、特別な。 まあ条件というか、そういう町なんですよね。まあ、そこになんと32万人もの人が今現在、もう暮らしてるんですよ。で、学校もあって、美容院もあって、まあ、あの芸術活動も盛んでですね、まあ、ロシアってあのバレエとかすごいじゃないですか、あのバレエ劇団とかね、まあ、ここ、すごく盛んなんですよ。うん、で、町の,の人もね、あの62度になったからって言っても、気温がね、マイナスのね、あの、 別に外に出ないわけじゃないんですよ、外に出てるんですよね、あのすごい格好してますよあの、ロシアのなんか帽子あるじゃないですか、あの毛皮の帽子みたいなね、昔からこれ被ってますけど、まあ、そういうのをかぶって、まああの、耳もあったかくして、頭をね、あれ、温めるためにあの毛皮の帽子なんですよ、あれ、あったかいんですよ、私もかぶったことありますよ。本当にあの私の おじいちゃんが、父方のおじいちゃんが、もうロシアばっかり行ってたんでね、毎月ロシアに行ってたんですよ。なんで毎月ロシアに行ってたのか、私の子供の頃全然、謎の人間だったですよ。あの、芸術家だったんですけど、毎月ロシアに行ってましたよで。昔飛行機がなかった時代から行っていて、新潟から船が出てたんですよ。ロシア行きの。それに乗って毎月ロシアに行っていたんですよ。 うんなんでロシアに行っていたか、全く未だに私もわからないですけど、まあ、とにかくあの帽子を、あの、お土産にね、かぶって帰ってきたことありましたよ。で、かぶらせてもらって、異常にあったか、いや、暑いですよ、日本だと。日本の冬でもね、あの帽子暑すぎて、いや、本当いや、北海道とかだったらいいのかもしれないけど、東京だったんでね、東京の冬じゃ暑すぎてね、 あの、頭がかえってなんか暑くてなんかこう、もうカッカしちゃうようなね、それぐらいあったかいんですよ、あの帽子が。でもあれじゃないと、ロシアの場合はマイナス60度ぐらいになるので、平均的にマイナス30度、40度まで落っこっちゃうんですね。この、あの、クーツクっていう街は、あの、平均的な気温が、1月はね、マイナス30度、40度ぐらいなんですよ。平均でですよ。だから、あの帽子被ってないと、 頭の脳の血管が切れちゃうんですよね、温度差で。だからあれ被って必ず外に出るんですよ。みんな持ってますよね。あの、あの帽子はね。まあ、ロシア特有の、まあ、ファッションということなんですけどね。あと、まあ、何枚も何枚も重ね着をして、まあ、外に出かけるんですよね。あの、顔は、不思議ですけど人間ってね、あの、顔は大丈夫みたいなんですよ。だけど手とかね、あの、皮膚が出てしまうと、あの、マイナス60度ぐらいでね、 もう一発で投賞本当に。ま5分、10分でアウトでしょ。だけど、こちらの女性。これね、ロシアの女性なんですけど、この方はね、マイナス30度、40度でも、ずっと一年中この格好なんですよ。こういう。もうミニスカートとか短パンとかね、半袖。 これね、この人ね、確かね、なんか、あのギネス記録かな、何かにもなんか出てるんですよね、あと、あの特殊な体の持ち主ということで、認定されてる方なんですけど、あのもうどんなところでも短パ,パンと半袖、あのミニスカートと半袖、あと、ひらひらのワンピース、あのフィンランドにも1人、やっぱり女性なんですよね、いるんですよ。 だからまあ特殊な体をしてるということで、まあ、検査の結果、そういうふうなあのことが分かったんですよね。あの寒さに異常に強いんですよ。寒さを感じないだけじゃなくて、この人ね、凍傷とかならないんですよ、だから。体温も高いし、皮膚もちょっと違うんですよね。だから、こういう方もいるんですけど、ロシアに1人ぐらいしかいないっていうふうな話聞いたので、 まあ、世界にね、数人しかいないんじゃないかと思うんですけど、まあ、この方は寒くないんですよね。この格好じゃないといらんないんですよ。変わった人もいますよね。まあ、この人は特別ということで、まあ、とのね、あの、ヤクーツクに住んでらっしゃる方は、ものすごい防寒してます。で、家の中は本当に暖,かく、まあ、暖炉とかね、ペチカとかね、あの、そういう木を燃やしたりとか、 まあいろんなものを燃やして暖を取るという設備がまあ,あります。うーんだけど、このね、マイナス62.7度になりましたよね。これね、寒気弾が、まあ、北極の中心から寒気弾って出てきてるんですけど、これ下がってくるんですよね。だから今回、大寒波が襲ってきて、また2月あたりね、ちょっと来るのかもしれないですよね。まだちょっと正確にはわからないですけども。 まあ、ロシア、これだけ冷えてるんでね、まだまだ寒さ、ちょっと厳しいと思いますよ、2月に入ってもね。皆さん、ちょっと気をつけないといけないですね。あと、電気代ですよね、本当、みんな叫んでますけど、電気代が高いって言ってね、みんなやっぱり絶叫ですよ、本当。だけど、何回も言いますけど、まだ値上がりしてないんですよ。まあ、北海道電力とかね、あの一部、ちょっと前に。 少しだけ値上げしたりとかあるんですけど、部分的にですよ。あの他とかも値上がりはしてないんですよ、ほとんど。だから、本格的な大幅値上げってこれからなんですよ。本当にね、うん、だから今年なんとかみんな絶叫しながら乗り越えられても、2023年の11月ぐらいからね、これはね、絶叫毒じゃないですよ。絶句ですよ。本当に。言葉出なくなっちゃうと思うんですよね。 うんだからちょっとね、まあだからこのね、あの女性みたいに短パン半袖で過ごすればいいんですけど、まあちょっと無理ですもんね、普通の人はね。本当にねうん。まあまあ皆さんね、もう本当、でも体大事ですからね、あの体に気をつけながら、まあ普通の人間はね、冷えたら具合悪くなりますよ。本当に底冷えしたらね、だから体は、まあ、冷やすよりも温めるっていうのが基本ですよね、健康のね。 だからまあちょっと暖かくね過ごしていただきたいと思うんですけれども。ということで今日はロシアや空月でマイナス62.7度をお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。